たの花道です。よろしくお願いします。入るんでちょっと先に何をそれこの衣装本当に着てもこれあ天皇さんのサイズを聞いて作って大きい
ドレスが大きくないですか、それに。なんかこんな雰囲気ですかね、私より。皆さんどうなんですかね。いや、あの全然、天童さん実際見ると全然小柄です。もう私がでかすぎる。でかすぎる。いやでもコロッケさん、はい、いや逆にありがとう。ものすごくびっくりした私今楽屋にいたんですけど、インドのあのイントロが流れてきて、あっと思って慌てたら、コロッケさんこの感じでしょ。すいません、びっくりしたわ。もう本当に皆さんだって期待をいっぱいに持って、いやすごい、あのすごかったです。皆さんの顔が、あのがっかりされた顔がすごかった。はぁ、まあ、よく見たら分かるんですけどね、バンドの方も一人もいらっしゃいませんから。いないじゃん。そうなんですよ。よく気づいたらいない。嫌いでなかったら、何かいっぱい飲んでくれ。そうね、ダブルのバーボンを遠慮しないでいただくわ。名前聞く野望じゃない、まして身の上話だと。そうよ、たまたま居酒屋で横に座っただけだもん。絵もない、花もない、歌もない、飾る言葉もシャレもない、そんな居酒屋で。誰行きますか。武田鉄矢さんお願いします。武田鉄矢さん。あ、外へ出てだが雨だろう。はい、さっきあこさびが、はい、パラつきたとさ。いいわ、止むまでここにいて、はい、ひとりぐいぐい飲んでるわ。それじゃまた武田でいいですか。細川さんお願いします。アウカー、悪い女と知り合った、別に気にすことはない、あなたさっさと帰ってよ。絵もない、花もない、歌もない、飾る言葉もシャレもない、そんな居酒屋で。すごいわ、ありがとうございます。ありがとうございます。この後休憩を挟んで天童さんの素敵な歌のショーがあります。最後までごゆっくり。
しきしみちをきい